平野紫耀と振りつけしリンハタ仲良しにショット公開。ファンの期待高まる。日本のエンターテイメント業界において、平野紫耀、とりんはた、りの名前は欠かせない存在となっています。これらの才能あるアーティストが最近、インスタグラム上での仲良しにショットを公開し、ファンの間で話題となっています。この素晴らしい瞬間を通じて、 彼らの友情と共演への期待が高まっています。平野の仕様、鳥ハタ、私服をかぶっておしゃべり。2023年9月23日、平野紫仕様は自身のインスタグラムアカウントを更新し、リンハタとの素敵な2ショット写真をシェアしました。この投稿には、リビンウィズ with 鳥へのアカウントをタグ付けされ、両者が共にいることが示されています。 写真を見ればすぐにわかるように、彼らはお揃いのファッションアイテムを身につけ、その中には、アトモスピンクリンハタ、ハケイクルーアトモスピンク、ハケイクルーニューエダのキャップやキスの T シャツが含まれています。平ヤは、この2ショット写真を共有する際に、私服かぶってますしょう、という楽しいコメントを添え、ファンたちを楽しませました。 この二人のアーティストが同じファッションアイテムを着ているということは、お互いに強いつながりを感じていることの証拠かもしれません。また、平夜のインスタグラムストーリーズでも同じ写真が掲載され、彼がこの特別な瞬間をファンと共有したことが示されました。ファンの期待が高まる。この2ショット写真が公開された後、コメント欄はファンたちの熱い反応で溢れました。 ファンからは、潮君とリーハタさんの2ショット嬉しい。可愛いお揃いだ、から、など彼らの友情とファッションセンスに賞賛の声が寄せられました。さらに、ファンたちは二人が共に踊ることを期待する声も多く、コメント欄には、二人で踊ってほしい。またリーハタさんの振り付け踊る潮君を見たい。コラボしてほしいといった熱烈なリクエストが並びました。 この反響からもわかるように、彼らの共演に対する期待は非常に高まっています。リーハタへの輝かしい経歴。リーハタを国際的なダンスシーンで活躍してきた日本出身のダンサーアーティストで、その輝かしい経歴には多くの成功が詰まっています。 特に彼女の振り付けは日本国内外で高い評価を受けており、多くのアーティストとコラボレーションしてきました。平野市洋ファンにとって、リーハタハキングプリンスへの楽曲、一番や月読みなど、平野が所属していたグループの楽曲の振り付けを手掛けたことで知られています。 その一方で、リーハタは世界的に有名なアーティストとも仕事をし、例えば BDS、EXO、NCD などのグローバルヒット曲の振り付けも手掛けてきました。その幅広い経験と才能によって、リーハタは国際的な舞台で高い評価を受けています。結論、平野塩とリーハタ、友情とコラボの期待が高騰。 平野紫とリーハタへの仲良し2ショットはファンたちにとって嬉しい驚きと期待をもたらしました。彼らの共演に対するファンの熱烈な期待は高まる一方で、これからの彼らの活動に注目が集まることでしょう。 振付師リーハタへの輝かしい経歴と平野仕様の多彩なエンターテインメントキャリアが交差する瞬間は、エンターテインメント業界にとって特別なものとなることでしょう。これからの展開に期待し、ファンは彼らの新たなコラボレーションを楽しみにしています。